広大なるレジェンドラ大陸、命の輝きを知らぬその大地、アステアをはじめとする6人の女神が息吹を、その恵みにより空は光に、海はきらめきに満ち、大地は緑に埋め尽くされ、しかしこの繁栄に一筋の影を差すも、邪神マドルクである。マドルクは妖魔と竜神とを従い、レジェンドラを地に返すべく地を裂き海を変えさせた。無慈悲な邪神の行いの前に人々が成し得たのはただ祈るだけであった。そして祈りの声は奇跡へと変わった。聖竜ハースガルドが邪神の行く手を阻んだのである。聖竜と邪神との戦いは果てるともなく続く。風は吹き、海は荒れ、大地は身を滅ぼした。千日の時が過ぎ、明日が最後の戦いを挑んだ。邪神を己のうちに封じ、ひとときの眠りにつかせるため、いつか生まれ変わる8人の英雄に全てを託した。